今月はいくつかのテーマごとに今後の取り組みなどについて聞きました。まず高速道路の整備につきましてはですね、これは企業誘致の促進、それから地域の産業の振興、こうした地域の発展のためにはですね、必要不可欠なものであると考えております。先日26日ですけれども、これまで整備が進められてきております国道218号北方延岡道路、この北方インターチェンジから前野までのですね、開通式が行われたところです。それから東九州自動車道県境北側間ですね、これにつきましても現在順調に整備が進められているところでございます。しかしながらですね、このように高速道路の整備が着実に進んではおりますけれども、片方では国会も皆さんご存知のように大変混乱をしております。こうした非常に厳しい状況が片方にはあるということもまた事実でございます。これからもですね、市としましては市民の皆さん、それから関係団体、関係機関の皆さん方とも連携をしながら、しっかりこれからもこの地域にとって高速道路が必要なんだということ、それからこの道路に対する財源をきちんと確保しなければいけないということ、強く訴えていきたいと思っています。皆さん方も医師不足だとか、あるいは地域医療の崩壊というような言葉、耳にされたことがあるかと思いますけれども、これはですね、この延岡市、あるいはこの延岡を中心としたその県北地域全体にとっても、これは例外ではありません。例えばですね、県立延岡病院、こちらではですね、休日とか夜間など通常の診療時間外の、いわゆるその安易な受診の増加が非常に顕著です。こうしたことによりましてね、医師の皆さんの労働環境が大変過酷なものになってきてます。このことによって複数のお医者さんが病院を退職されて、その後任の医師もなかなか決まらないという、そういう現状です。このまま推移しますと、救急患者の受け入れが非常に困難になったり、あるいは重症患者への対応に支障が出るということが十分に考えられます。まずですね、休日ですとか、あるいは夜間においてこうした医師の皆さんの負担を軽減するためにもですね、できるだけ皆様方には普段からかかりつけ医を持っていただきたいと思います。体調が悪いときはですね、なるべく昼間のうちにこのかかりつけのお医者さん、あるいはそうでなくとも休日当番医、こうした病院での受診をお願いをしたいと思います。そして夜、事故とか急病などでですね、救急車を呼ぶほどでもないなという症状の場合、こうした場合にはですね、夜間急病センターだとか、あるいは小児救急医療電話相談、こうしたものもありますので、そのご利用をお願いをしたいと思っております。そして県立延岡病院につきましてはですね、各医療機関から紹介を受けた患者や救急重症患者を診療する特別な病院ということをですね、ご理解をいただいて、軽症の患者さんが気軽に受診をするということはなるべく控えていただくようにお願いをしたいと思います。なおですね、この医師不足という問題につきましては、これは夜間急病センターにおいても全く同じ状況です。安易な受診はなるべく控えていただくようにお願いをしたいと思います。この地域医療、これをしっかり守っていくということは市民の皆さんの全体の力です。ぜひ私たちみんなの力で地域医療を守っていくんだという、そういう意識をぜひ持っていただきたいと思いますし、皆様方のご理解ご協力をお願いしたいと思います。皆さんはメタボリックシンドロームという言葉をご存知でしょうか。このメタボリックシンドロームによる生活習慣病を予防して、そして皆さん方の健康を増進するためにですね、この4月から新しい制度として特定健診がスタートしました。でこの健診ではですね、これまでの健診内容に加えて腹囲の測定、お腹周りの測定ですね、とか、それから悪玉コレステロールの検査、こうしたものも行うようになっております。そして結果に応じまして個別に専門家による保健指導も受けることができます。
市が行うこの特定健診の対象となる皆さんにはですね、特定健診受診券というものを5月末をめどに発送する予定となっております。市民の皆さんにはですね、ご自身の健康のためですから、ぜひこの特定健診受診していただきたいと思っております。4月からですね、75歳以上の方と、それから65歳以上で一定の障害を持つ方等を対象としました後期高齢者医療制度、通称長寿医療制度というものがスタートいたしました。対象となる方にはですね、保険証をお送りしています。またですね、年金の受給額など一定の要件を満たす方については、いわゆる特別徴収、つまり年金からの天引きという制度になっております。福田総理もですね、これまでの説明が十分でなくて申し訳ないということもおっしゃっておられましたように、この制度が始まったばっかりでまだ混乱をしているという面もあると思いますけれども、皆様方におかれましては、ぜひご自身の新しい保険証がお手元に届いているかどうか、これを確認をしていただいて、ぜひこの制度ご理解ご協力をいただきたいと思っております。